僕も時刻表を見るまでは気がつきませんでしたよ。まさか小湊駅のところで上りと下りの初雪が交差しているなんてね。だから何だと言うんだ。つまりこういうことです。小湊駅で列車を降りたあなたは急いで反対車線のホームに駆け上がり、そこに停車していた上りの初雪に飛び乗った。そしてあらかじめチケットを取っていた3号車5号室へ入る。その部屋の窓の正面にあるのはこの列車の4号車1号室。そう、杉本さんの部屋です。そこから体を乗り出せば隣の列車の杉本さんの部屋の窓から鍵を投げ入れることくらいたやすいというわけです。あとはそのままその列車に乗って一駅戻り、後続の列車で青森まで来ればいい。そろそろ諦めてはいかがですか。今目暮警部があなたが上りの車内に置き去りにした証拠品ぎっしりのカバンを血眼になって探してるはずですから、それが出てきたらゲームオーバー。それから例のダイイングメッセージ、あれがあなたを決定的に追い詰めることになる。何？どういうことだ？見てもらった方が早いですね。車掌さん、悪いけどこの列車もう一回動かしてもいいかな。ですが、今度はどこに？八戸駅。それがこのミステリーの終着駅になる。セーブするかい？
それでは部屋を移動しましょう。今から皆さんをご案内しますよ。すべての謎が解き明かされるファイナルステージにね。さあ、この場所でもう一度あの文字を眺めてみてください。窓の外に映る背景と一緒に。あ、あれは、そう、杉本さんはこの場所で力尽きたんです。ラストシーンに彼なりのアドリブを聞かせてね。そうか、あの文字の本当の意味ってのは。バカな、あのメッセージにそんな意味があったなんて。あんたは小湊で密室を作る際に窓に書かれたこの文字を見たはずだ。そこでこのからくりに気がつかなかった時点でとっくに勝負はついていたんですよ。今度ばかりは数字に足元を救われましたね。バカな、あのメッセージにそんな意味があったなんて。おい、カメラ止めろ。こうして特急初雪を舞台にした殺人事件は幕を閉じた。結局木戸さんは今回の事件と5年前の事件、2つの罪で逮捕されました。ああ、結局テレビの撮影は中止か。当たり前だろ、毛利探偵事務所を宣伝するチャンスだったのか。へへ、出たらもっとヤバかったんじゃねえか。でも新一、どうして来てくれたの。私が誘った時は断ったじゃない。例の5年前の事件に興味があってよ。調べてるうちにちょっとな。なんだ、私のわがまま聞いてくれたのかと思った。バロ、調べてるうちに物騒なことになるかもって心配で来ちまったんだよ。でも、はいこれ。ん？マフラーよ、新一のために編んでたの。あ、うん。欲しかったんでしょ。ああ、あのさ、ん？お前も頑張れよ、都大会。約束だもんね。約束したもんな。もう新一、ふざけないでよ。せっかく一生懸命編んだのよ。ちょっと真面目にありがたく思いなさいよ。何の騒ぎだ。
ば本物のジャガーさんって。今回の探偵度だ。よし、やったぜ。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。セーブするぜ。終わったぜ。